はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、ニキータです。10日金曜日のモスクワの気温は7度、最低気温は3度となっていますが、予報によれば1週間後には氷点下に落ちるそうです。日の出は8時、日の入りは4時半となってまして、日照時間も短くなってきて、さらに曇りや雨が多く、太陽を拝める日も少なくなって気がめいりそうですが、すべては心一つの置き所です。気持ちを切り替え、リフレッシュしていきたく思います。ということで、今回も時事ネタをお届けいたします。いつものようにどうぞラジオ感覚で最後までお付き合いください。10月31日にアップした動画で、ウクライナ最高会議の元人民議員で、現在はロシアのヤルタで療養所を営むオレッグ・ツァリョフさんが、26日の深夜12時を過ぎてから自宅にいるところを何者かに襲撃され、2発の銃弾を撃ち込まれて重体になっていると伝えたしました。なかなか正義感の強い方で、勇気ある発言を公にしてきた方でもありますので、敵に狙われる可能性が高かったわけですが、ついに襲撃されてしまいました。その後の31日にロシア連邦保安局、通称FSB がヤルタで実行犯の協力者を逮捕拘束しました。 FSB の広報部によれば、この犯罪の調整役を行っていたのはヤルタ在住のロシア人で、ウクライナ保安局、通称 SBU から指示を受け、ツァリョフさんの監視をオーガナイズし、特定の隠し場所に銃を隠したと自白しております。この共犯者の自宅からは、すぐに使用できる状態の即席爆弾、爆弾製作のパーツ、ツァリョフさんの写真、そして彼の住居と職場へ接近するための図面などが発見されたそうです。FSB は現在も実行犯の捜査を継続しているとのことです。やはりですね、地元に詳しい協力者がいて、その手引きにより実行されたようですね。ちなみにロシアの南部、特にクリミアやクラスノダールなどでは、このウクライナ保安局 SBU からコンタクトを受け、手製の爆弾を作ってどこかの施設に設置したり、あるいは指示された特定の場所まで持って行ったりする現地の協力者というのがおりまして、ロシアの FSB の捜査班からテロ実行前に逮捕される動画などをたくさん見かけます。まあ、逮捕されるのは元ウクライナ人で現在ロシア国籍を持っているものだったり、純粋にロシア人なのに自分の思想信条で国を裏切ったりと、まあその理由は様々なようですが、驚くのはその命令の実行にあたって実行者が受け取るフィーの金額です。1万ルーブル、日本円にしますと1万6000円で引き受けたり、人によっては3000ルーブル、約5000円と、ほとんどがこういった安い金額で依頼を受けているのには驚かされます。まあお金の問題ではないと言われればそれまでですが、養わないといけない家族を抱えているような人もいるんですよね。ロシア統計局によれば、今年5月時点でのロシアの平均給与は約7万3000ルーブル、日本円に換算しますと約12万円となります。これがモスクワの場合では、平均給与は12万7000ルーブル、約21万円となります。まあ平均給与というのは算出方法で変わってしまいますが、私の皮膚感覚で言いますと、ロシア全土の場合はもっと低く、まあだいたい5万ルーブル、約8万2000円ぐらいで、モスクワではまあ約8万ルーブル、約13万円程度なのではないかと思います。つまり下手をすれば国家反逆罪として刑務所送りになる仕事で、給与の5分の1または16分の1程度のフィーでリスクを犯してやりますかね。この辺の感覚が私には理解できません。あるいは自分は捕まらないという過剰な自信を持っているのかもしれませんが、話を元に戻しますと、ツァリョフさんですが順調に回復されているようでして、先日ロシアのテレビ局 RT から取材を受けている動画があります。私の方で翻訳をつけてみましたので、どうぞそちらをご覧ください。Отдельное спасибо за то, что приехали. Благодаря вам я смог сегодня первый раз выйти на улицу. Раньше не выпускали. Получил телефон, посмотрел телеграм-канал, почитал новости, сообщения, тысячи неотвеченных сообщений, звонков.Я не думал, что столько людей будут переживать. Я всем очень благодарен. Особенно благодарен сотрудникам спецслужб, медикам. Всем очень признателен. Скажите, пожалуйста, если это возможно, как же все произошло? Понимаете, следствие еще идет, судя по всему.Были задержания, возможно, еще будут. Я не имею права рассказывать подробности, но хочу сказать, что очень сильно помогло то, что на работе были камеры и показания сотрудников. Хочу сказать, что террористов никто бояться не будет, пускай они боятся.
И рано или поздно им придется ответить за то, что они сделали, за покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной.とにかくツァリョフさんがご無事でよかったですよね。しかしまだ治療中ということもあり、話すのも少し辛いのか、話すスピードがゆっくりとしていましたね。遅かれ早かれ、彼らがウクライナに対して行ったことに対して責任を取るだろう。という言葉は、2014年のマイダン武力革命により政権を奪った現政権に対して、そしておそらく彼の命を狙った現政権に対しての痛烈なメッセージだと思います。病み上がりですが、カメラ目線で力はないものの、しっかりと語る姿勢には敬服いたします。彼は祖国ウクライナを捨てロシアへと逃げるしか選択肢がなかったのでしょうが、それでもリスクのあるクリミアに現在も住んでいるというところに祖国に対する深い愛情が感じられます。この戦争が終わった暁にはウクライナに戻り、ボロボロになった国をぜひ立て直してほしい。心からそう願っております。それでは選挙をお伝えいたします。いつものようにフロリダのサーニャさんのテレグラムチャンネルから9日木曜日時点での前線の情報をお届けいたします。まずはロシア国防省からの情報ですが、この日にロシア軍はドネツク方面でウクライナ軍の戦闘機 SU-27 ミグ29を1機ずつ、そしてドニプロペトロフスク州のクリボイロックでミグ29を1機、そして同州のパブラグラッド周辺で SU-25 を2機の計5機の戦闘機を防空システムにより撃墜したとのことです。またその他にもハリコフ州で SU-27、ミグ29がそれぞれ1機ずつ撃墜されたとのことです。サーニャさんは撃墜した証拠となる動画がないとおっしゃっていましたが、まあ戦闘機ですからね、その撃墜シーンを動画に収めるのは簡単ではないかと思いますが、次はヘルソン方面です。このアントーノフカ橋付近のダーチ村でロシア軍がウクライナ軍の橋頭保にピンポイントでミサイルを撃ち込みました。映像はお見せできませんので画像になりますが、この目立つ建物にウクライナ軍兵士6人が入っていきましたが、その後にまさにピンポイントで爆破され、建物は瓦礫の山となっており、残念ながら全員が死亡した模様です。まあなぜこんなに目立った場所に隠れることにしたのでしょうか。次はザポリージャ方面です。カパーニ近辺の道路を兵士を乗せて走行中のウクライナ軍の車両がロシア軍の FPV ドローンに発見され爆破されたとのことです。そしてまたラボーチノでも装甲兵員輸送車がドローンで撃墜されたそうです。その他にもこのラボーチノ周辺ではご覧のようにウクライナ軍の装甲車両や塹壕、隠れ家、逃げる兵士などが撃墜される動画がたくさん出回っており、ウクライナ軍には相当の人的物的損失が出ている模様です。またどなたかがラボーチの南東の高地166をウクライナ軍が制圧したとコメントいただきましたが、高地166がどこなのかがよくわかりませんが、この前線図をご覧いただくと前線に変化はありませんし、ラボーチの南東部はもともとウクライナ軍が現状支配している部分だと思います。まあいずれにしてもこの一帯はロシア軍のいわゆる警戒陣地にあたる地点ですし、その他予備情報から言ってもここを南に進むだけの戦力が果たしてウクライナ軍に残っているのか疑問が残るところではあります。ただラボーチノの南のナバプラカポーフカではロシア軍が引き上げるところにウクライナ軍がクラスター弾を撃ち込むシーンが映っておりますので、ひょっとしてこの地点のことをおっしゃっているのかもしれません。負傷兵をみんなで担いでロシア軍兵士たちが逃げていますが、なんとか逃げ延びた模様です。まあおっしゃるようにですね、戦争状態にありますので両軍が自軍に都合の良い情報しか流さないのは当たり前の状況です。そういった中でこのフロリダのサーニャさんはなるべく客観的な事実を伝えようと努力されておりますので皆さんにご紹介しておりますが、まあご自身で考えられる上での参考情報の一つとなれれば幸いだと考えております。さて次は南ドネツク方面ですが、ここでも前線に変化はありません。プリユートの絵では夜間にロシア軍のドローンがウクライナ兵の隠れ家を爆破し逃げる兵士を追跡する映像があります。まあ夜間でもこうやってセンサーで人を判別できますので、ウクライナ軍ロシア軍問わず大変厳しい時代になったなと思います。次はウグレダール方面です。ロシア軍がセーベルニエ・ニコーリスキー村を攻撃すべく戦車などの渋滞で破壊された村や野原を突き進んだようですが、待ち受けるウクライナ軍の砲撃、ドローン攻撃により爆撃された模様です。ここではウクライナ軍が防衛に回りますから戦いやすいわけでして、アブディエフカで先月最初の攻撃を仕掛けた時と同じ失敗をロシア軍は犯してしまったようです。次はその北東にあるナバミハイロフカ村ですが、ロシア軍はここで夜襲をかけ同じパターンで戦車や装甲兵員輸送車などで
で敵に向かっていきますが、これもウクライナ軍のドローンに見つかり砲撃を受け、人的物的リソースを失った模様です。次はアブディエフカですが、激戦区だったこの地区ですが、ここ数日は両軍ともに攻撃を沈静化させている模様です。ウクライナの情報源によれば、ロシア軍が鉄道線を少し越えたそうですが、まあ前線に大きな変化はありません。ということで、11月9日木曜日時点での前線の情報をお伝えいたしました。ゼレンスキー大統領が先月中旬にイスラエル訪問を提案しましたが、イスラエル側はその際、戦争が始まって間もないこともあり、今はいいタイミングではないとしてやんわりと拒否しました。表向きは時期尚早という口実でしたが、実は NATO 諸国がウクライナへ供給したはずの武器をハマスが所有していることをネタニヤフ首相が随分と前から指摘しており、そのために彼の訪問を拒否したのではないかとも報道されました。その後、ゼレンスキー大統領のイスラエル訪問は立ち消えとなったかと思いきや、実は水面下で準備がなされていたようです。The Times of Israel、イスラエルタイムズ紙が報じたところでは、ゼレンスキー大統領の訪問は11月6日から7日にかけて行われる予定だったとのことです。記事によれば、ゼレンスキー氏はこの訪問を極秘裏に進め、イスラエルに到着した時に初めて発表するというサプライズ訪問の演出を行う予定だったそうですが、イスラエルのテレビ局がゼレンスキー氏の到着が差し迫っていると先に報じてしまったことで、キエフ側が失望し、その結果訪問は無期限の延期となったと報じております。まあ、サプライズが台無しになったのも理由の一つかもしれませんが、事前に訪問がバレると攻撃される可能性もあるという安全上の理由、または現在不安定化してきた国内事情を考慮して国を離れないように延期したのかもしれません。一方でイスラエル側から見れば、ゼレンスキー大統領の訪問には特にメリットがないことも考えられ、事前にメディアを使って情報をリークした可能性も十分にあり得るかと思います。そしてこのイスラエルの判断に関わっているのではと思われる情報として、最近イスラエル軍が制圧したハマスのとある拠点で化学兵器による攻撃を組織するための指示書が発見されたとイスラエルが発表したと、こちらの一部メディアが報じております。8日付の zen.ru がエジプトメディアの調査結果を引用し伝えたところでは、ハマスの過激派グループは今年の夏、ウクライナ西部のアゾフ部隊の訓練キャンプに滞在していたそうですが、エジプトのジャーナリストが入手したアゾフとハマスの隊員の間でやり取りされたメッセージには、戦闘経験を伝える内容だけではなく、化学兵器を含めた武器の受け渡しについても語られていたとのことです。アゾフとハマスが接点を持っていたという具体的な情報が出てきたわけですが、このアゾフの訓練キャンプの前に、実はゼレンスキー大統領がハマスと会っていたという事実が浮かび上がってきました。今年の5月19日に、サウジアラビアのジッタで第32回アラブ連盟首脳会議が開催されました。この会議にはシリアのアサド大統領が久しぶりに参加し、連盟に歓迎される一方で、当時すでにエスカレーションしていたパレスチナ・ガザ地区の問題も協議されました。ゼレンスキー大統領も欧州委員会やフランスにお膳立てされ、この会議に出席していましたが、ゼレンスキー大統領はこの場で、クリミア・タタール人とイスラム教との団結を訴え、さらに中東の紛争とウクライナでの出来事との類似点を強調し、最後にはお決まり文句のロシア批判を繰り広げ、アラブ諸国に対し、ロシアに対して統一戦線として行動するよう求めたとのことです。アラブ諸国は盲目的に米国に追随するだけの G7 とは異なり、むしろ反米バイデン政権への批判が強い国々ですから、反応は芳しくなく、シリアのアサド大統領に至っては同時通訳のイヤホンを耳から引き抜き、ゼレンスキー氏の演説をきっぱりと拒否したことが話題となりました。そしてこのゼレンスキー大統領の参加は、ただ大統領がまだ存在していることを示そうとする西側の試みでしかなかったと評されました。まあ私は逆にこのアウェーな会議に堂々と出席し、自説を主張するゼレンスキー大統領はハートが随分強いなぁなどと思ってしまいますが、そして当然ながらこの会議にはハマスの代表者らも参加しており、ゼレンスキー大統領も会っていたそうです。しかもウクライナのクリミア・タタール人組織メジリスの創設者ムスタファ・ジェミレフ氏も同行していたとのことです。ちなみにこのメジリスとジェミレフ氏については9月6日にアップしました動画で詳しく触れていますので、ご関心のある方は過去動画をご参照ください。このジェミレフ氏と非常に親密な関係にあるのが、今年9月にウクライナの国防大臣に任命されたウメーロフ氏です。このウメーロフ氏は英語も非常に流暢ですので、ジェミレフ氏に同行していた可能性が非常に高いと思われます。
そしてこのジッダでゼレンスキー大統領一行は北コーカサスとクリミアにおける過激派テロ組織の活性化を支援するためにアラブ諸国に援助を申し出たそうです。まあ今度は同じイスラム教徒という枠組みでの連合を作りロシアでテロを起こそうと企んでいたといったところでしょうか。やはりコーカサス地方のグルジア、アルメニア、アゼルバイジャンといった旧 CIS の国々をこのウクライナ紛争に巻き込みロシアの国力を低下させたいという米英の意図が見えてきます。そのためこのコーカサス地方の情報も私は常に気にしているのですが、アゼルバイジャンとアルメニア問題以外に先月末にこれに関連する事件が起きましたので少し話がそれますが皆さんと共有したく思います。10月29日にロシアのコーカサスに位置するダゲスタン共和国のマハチュカラ空港で反ユダヤ人デモが起こり、イスラエルからの到着便に搭乗しているユダヤ人を探し出そうと空港の滑走路にまでボートが侵入する事件が起きました。ボートと化した人々が空港内で暴れ、また空港の柵を突破し滑走路に乗り出し到着した飛行機にまで詰め寄るという前代未聞の暴動でした。この時間帯に到着を予定していた飛行機の一部はチェチェン共和国へ到着を変更しましたが、ドバイ発の便はマハチュカラ空港に到着し、乗客は客室に長時間閉じ込められる騒ぎになりました。そしてまた一部のボートは空港の国際線ターミナルビルに侵入し、ターミナルに通じるドアを破壊し滑走路に飛び出したようですが、ボートの中には飛行機の翼の真上に登って飛行機に乗り込もうとした者もいたようです。この結果空港は一時閉鎖されました。そして夜10時半頃にはボートたちは警察隊により一掃され、マハチュカラ空港は翌日の午後2時になってようやく再開する運びとなりました。ではここでその雰囲気がわかる動画をいくつか続けてご覧ください。Двери самолета. На улице разъяренная толпа, которая не знает, откуда мы прибыли и зачем. Вполне возможно, мы тоже попадем под раздачу. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах в самолете и выполняйте все указания бортпроводников. Благодарю за внимание. Добрый день всем. Борт 762, Дубай, Махачкала. Мы сидим в самолете уже более чем 3 часа. Спасибо, конечно, что мы на 40 минут раньше прилетели, но из-за того, что там разъяренная толпа, с которой не может справиться ни Росгвардия, ни Росармия, ни там какая-то Альфа, ни президент Дагестана, мы сидим до сих пор в самолете, и нам подают только воду. Хорошо, что в какой-то момент еще включили кондиционеры. Сердце уже, конечно, плохо, да. Да, дети плачут, мы голодные, уже очень плохо становится. Таблеток нет, врача на борту нет ни среди пассажиров, ни среди команды. Конечно, они могут оказать нам только первую помощь. А что там у нас, этот, скорая к нам не может подойти. Последняя информация, там все решает. Смотрите, что мимо нас не прошли! Что здесь наебать решишь? Паспорт у меня. まさに無秩序ですよね。ダゲスタン人はモスクワにもいますが、彫りの深いイタリア人のような顔立ちで、武骨で正義感が強い山の男のイメージがあります。ですので、パレスチナを守りたい一心で、逆に対立するイスラエル人に厳しく当たるというのも想像できますが、この暴動は少し行き過ぎており、なんだからしくないように私には感じられました。ダゲスタンはロシア連邦の連邦構成体の共和国で、人口は約300万人ほどの小さな国です。グルジアやアゼルバイジャンとも隣接
するイスラム教の国です。そのためパレスチナとは宗教的文化的つながりがあり、パレスチナを共同体の一員とする高い連帯感を持っております。そういった下地となるベースがあり、今回の暴動が起こったわけですが、少し過剰すぎるらしくない反応の裏には、実はこの暴動を先導していた組織があったことが分かってきました。10月29日の夜7時にテルアビブ発 WZ4728 便がイスラエルから難民を乗せてマハチカラ空港に到着するという情報が SNS 上に拡散されました。この SNS が事の発端だったようです。もちろん数日前から SNS 上でユダヤ人を探し出せというような宗教的断裂を呼びかける情報発信もあったようですが、それからある程度時間が経ち、そういった気分が高まったタイミングでこのイスラエル難民が到着するという情報が発信された模様です。しかし結局この WZ4728 便はイスラエル休暇に出かけたロシア人やウズベキスタン人など旧 CIS 諸国の観光客を乗せたチャーター便であることが判明したのですが、この情報を信じた人々約7000人がすでにマハチカラの空港に集まっており、それから暴動に発展したというわけです。この SNS 情報の発信元は登録者数6万人のテレグラムチャンネルダゲスタンの朝ウートラダゲスターナでした。実はこのチャンネルは約1年前となる9月末にロシアで動員が開始された時期にも同じような手口でダゲスタンで特別軍事作戦への反対、動員に対する反対の呼びかけを起こしていました。軍事アナリストのユーリー・ポドリャカさんのテレグラムチャンネルではこの時に判明したこのダゲスタンの朝の IP アドレスなどの詳細情報が掲示されていますが、チャンネルの登録国にはウクライナ、都市名はキエフとはっきりと明記されております。つまりこのチャンネルはウクライナ軍のチプソ情報心理特殊作戦センターが絡んでいる疑いが非常に濃いチャンネルなのです。ポドリャカさんは次のように語っています。1年前の話を思い出していただきたい。何も変わっていません。現在もこれらすべてはチプソによって主導されているのです。そしてまさにこれがウクライナの情報空間が今も命令に従い満場一致でこのチャンネルを支持し、第三者の道化師のふりをし続けている理由なのです。今回キエフナチス政権の挑発に乗ってダゲスタンの人々は恥じるべきである。いつまで感情に支配されているのでしょうか。このように感情を揺さぶる同じ手口の情報操作に2度も、しかもあっさりと引っかかったダゲスタン国民にポドリャカさんは激怒しているようです。ロシア捜査当局もこの暴動を起こした先導者数名をすでに逮捕拘束しているそうですが、このダゲスタンの朝チャンネルは現在閉鎖されております。またさらに次の動画をご覧いただければ、このポドリャカさんの言葉は嘘ではないことが再確認できると思います。私の方で翻訳をつけてみましたのでどうぞご覧ください。в самом Дагестане вообще все эти протесты они в значительной степени координировались через наш телеграм-канал Утро Дагестан, который я призываю всех подписаться. Он интересный, оперативный, и собственно то, что происходит в Дагестане, точно через него узнавать это самый надежный источник.このイリア・パノマリョフ氏については今年の8月6日にアップした動画で詳しくお伝えしていますが、彼は現在ウクライナ在住のロシアの元下院議員で、ロシアにテロ組織として認定されているロシア自由軍に関わっており、あのダリア・ドゥーギナさんの暗殺にも加わったと公言している人物です。いわば情報戦のプロで先導者テロリストです。ちなみに彼は今年の7月末に戦後の復興関連という名目で日本にも訪問しております。どう見てもまともな人物ではありませんので、日本の政治家の方々は下手に関係を持たない方が賢明かと思われます。このポノマリョフ氏らが携わり、今度はイスラム教徒という縛りでロシアで内戦や分裂を起こすべく情報戦を繰り広げているといった構図です。ダゲスタン出身でロシア下院議員を務めるスルタン・ハムザエフ氏は暴動に関してなぜこんなことが起こったのか。この3日間、共和国全体が一部の群衆が抽象的なユダヤ人探しをしていることは知っていた。このすべてのヒステリーはチプソのゴミ箱により散布されたものだ。これを誰もが知っているはずだが、私は警察機構に対して多くの質問があるという激怒のメッセージをテレグラムチャンネルに上げていました。結果201名が逮捕され、そのうちの155名が行政違反に問われたとのことですが、一般人の心の隙を狙うこのやり方には常に警戒する必要があると思わされる事件でした。話を元に戻しますと、キエフ政権の目的はロシア国内や近隣諸国を巻き込むことを目的としており、そのためには手段を選ばないようです。ですので今年5月にテロ組織と知りつつハマスと会い、イスラム教という括りでロシアに対して国内や近隣諸国でテロを起こそうとしている。その一方ではハマスの敵であるイスラエルにサプライズ訪問し、世界中の脚光を浴び資金や武器の支援を募ろうとしている。
イスラエルの情報機関モサドがこのアラブ連盟首脳会議でゼレンスキー大統領がハマスと接触していたこと、またアゾフでハマスが訓練を受けていたこと、そして武器の供給を行ったことなど知らないわけがありません。まあネタニヤフ首相とモサドの関係があまり良くないという情報もありますので、ネタニヤフ首相が情報をスルーしてしまう、あるいは情報をモサドが流さないことも考えられますが、この程度の情報なら共有しても全く問題のない内容だと思いますので、おそらくイスラエル政府にはすでに伝わっていることでしょう。今後ハマスが化学兵器でイスラエル軍に攻撃することがあれば、この問題はさらにクローズアップされることになるでしょう。記事ではこう締めくくっています。ウクライナとハマスのこうした関係は激しい議論や多くの疑問を引き起こしている。まず世界中の多くの国々でテロ組織リストに含まれるハマスになぜウクライナが協力するのか、次にウクライナは北コーカサスとクリミアを不安定化させようとする過激派グループを支援しており、これは紛争の激化と潜在的な人命損失につながる可能性がある。イスラエル軍が提供した情報は重大な疑問を引き起こしており、ウクライナ側に説明が求められている。ウクライナとハマスの関係やテロとの国際的な戦いの文脈におけるウクライナの立場についてさらなる調査と明確化が必要である。以上ですが、客観的に見てキエフ政権の外交戦略は相手国の情勢や世界での立場などには全く関心がなく、とにかくシンプルに自分たちの利益イコール支援を受けることだけに偏っており、ロシアのように狡猾さも戦略も持ち合わせていないように映ります。これもやはり2014年のマイダン革命で優秀な人材を追い出した弊害でしょうか。ここで前回の続報をお伝えしたく思います。ザルージュに最高司令官の補佐官で手榴弾の爆発で亡くなったチャスチャコフさんの息子さんは今も重体で入院中だそうです。また娘さんも近くにいたそうですが、娘さんは中程度の症状で命に別状はないとのことです。ウクライナ国家捜査局は手榴弾6個をギフトボックスに入れてプレゼントしたウクライナ軍の副司令官の補佐官、一部報道ではティムチェンコ補佐官と名前を出しています。この彼に対し違法な爆発物を購入保管販売した疑いで取り調べや事務所の捜索を行っています。しかしこれは明らかに英国紙エコノミストで陣地戦となり戦況は形勢不利であると本音を語ったザルージュニー最高司令官への見せしめ行為との見方が未だに有力です。最後に8日付の zen.ru にウクライナ国家安全保障国防会議の元副書記で退役将軍のセルゲイ・クリボノス氏があるテレビ番組で語ったコメントが掲載されておりますので皆さんに共有したく思います。クリボノス将軍はザルージュニー最高司令官のことをよく知っているそうですので、なぜ彼がこのタイミングで英国史に本音を語ったのか、その心中を次のように解釈しております。ザルージュニー将軍のことは個人的に長い間知っているので、このことで彼がどれほど悩んだか理解できます。まさにウクライナの政治指導部の不作為こそがザルージュニー氏が声を上げてこの問題を強調せざるを得なくなったという事実につながります。なぜなら大統領府が我々の声を直接聞こうとしないのなら、少なくとも我々を助けようとするホワイトハウスや欧州議会には我々の声が届くはずだからです。以上ですが、クリボノス元将軍が我々と複数形で語っている点が注目です。我々イコール軍人という意味でしょう。軍部が挙げた報告をキエフ政権は真剣に検討せず、人的物的リソースも枯渇しつつある中で、とにかくロシア軍をやっつけるの一辺倒で、このままでは国が滅亡してしまう、そのようにザルージュニー司令官は思い、英国史に本音を語りまた投稿した。そして軍の退役将校やその他の関係者も同じ意見を持っているのかもしれません。やはり正規軍の人々は元傭兵のアゾフ部隊などとは異なり、規律を守り国を守る気持ちが強いと思いますからね。政治家たちの自己保身などの本音が見えた途端に袂を分かつ覚悟を決めたのかもしれません。武力革命でできた政権は武力革命で幕を閉じるのか、とにかく今回の件で生じた溝は思った以上に深くなりそうです。そして最後の最後になりますが、記事の最後が意味深な感じがしましたので、ぜひ皆さんと共有したく思います。次のように締めくくっております。第二次世界大戦の終わりに、スターリンはヒトラーを心配し始め、総統に近づいた彼の代理人による幾度かの命を狙う試みを取り消したとされている。なぜなら、ヒトラーのいないドイツでは、西側の同盟国がソ連に対して和平を結び、ソ連人から大きな勝利を奪う可能性があるからである。今のウクライナ総統の
状況も同様である。ゼレンスキー大統領はまず第一に英語を話す衛兵とその将軍たちを恐れるべきである。以上引用ですが、最終的には敵は身内にありといったところでしょうか。今後も目が離せない状況が続きそうです。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネルの登録とお友達やお知り合いへの拡散もよろしくお願いいたします。